フィリップ昨日は17世紀フランスの劇作家。17世紀に誕生したフランス語オペラに多大な貢献を果たした。彼の文学生活ははっきりと2期に分けることができる。劇作に勤しんだ前期とオペラ台本の制作に励んだ後期とである。最後の3作品を除いてギリシア神話、ローマ神話にアイデアを求めている。パリにてパン職人の息子として生まれた。 幼い頃からマリアンヌの大成功で、名高いトリスタン・デルミートの侍僕となり、才能を認められて、弟子となる。1655年、20歳の時に喜劇、恋がたきの娘たちを、ブルゴーニュ劇場でデビューし、成功を収めた。この作品は、ジャン・ロトルーの二人の処女を本案したもので、これ以降もたびたび本案することで作品を制作した。 この制作スタイルを、盗作と考える、同業者も多く、ボアロベールや、スカロン、ジャンドノードビゼラに批判されている1658年には、悲劇、偽りのアルシビア島を制作。こちらも成功した。1660年には裕福な未亡人と結婚し、宮廷に職を得て、国王からの年金をも獲得した。1665年には、悲劇、アストラートを書き、 大成功を収めた。この作品は17世紀の作品の中で最も大当たりした作品の一つとなったが、ニコラボ・アロー・デップレに酷評された。この作品は小説の影響を受けており、構成や描写表現が古典劇の理想とはほど遠いものであったからである。1670年、アカデミー・フランセーズの会員となり、1671年の舞踊劇、 プシェでは、モリエール、ピエール・コルネイユと協力して作品を完成させた。1672年にフランス王立音楽アカデミーの認可を得た、リュリによってオペラの台本作家として選ばれた。こうして彼はフランスオペラの創始者の一人となった。1673年、リュリと組んでカドミスとエルミオーヌを制作、上演した。本作は大成功を収め、 これを契機に、毎年、リュリと組んで、音楽悲劇を制作することとなった。1674年に、アルセスト、1675年に、テゼ、1677年に、イジスなど多くのオペラの傑作を生み、国王の日後のもと上演されたが、その傍らで劇作をも続けていた。どのオペラでも、主題を決めていたのは、ルイ14世であった。国王が主題を提案し、 これを受けて、昨日が書いた詩を国王に朗読して、承認を得ていた。国王の関与は、昨日の引退まで例外なく続いていた。1677年のイジスが、国王ルイ14世の愛称モンテスパン公爵夫人、フランソワーズアテナイスの布教を買ったため、その後3年間、オペラの台本を制作できなかった。ちょうどこの当時、ルイ14世の長愛が、 モンテスパン公爵夫人からマントノン公爵夫人に移り始めていたのであった。そのような情勢の中、作中の描写がモンテスパン公爵夫人の激輪に触れたということである。1680年にプロセルピーヌで復帰し、1686年のアルミードをもって新仰心の深まりから引退した。コルネーユの時代にデビューし、ラシーヌの最盛期を知り、 その後も、悲劇で成功を続けることができたのは、古典主義期に数少ない女上史の才能によるものである。17世紀前半から中頃にかけて流行ったマドレーヌ、ドスキュデリーに代表されるような、完美なプレシオジテを保ち続けたことも、大きな理由の一つである。引退してから2年後、1688年11月26日に、パリにて死去した。ありがとうございます。